はい、どうも、デレケラスでございます。さあさあ、プレミアムバンダイ等々で、またですね、おもちゃ発表されました。で、今日は、はい、プレバンじゃなくて、つぶらやストアを開いてるんですけど、プレバンでも予約開始になっております。新商品見ていきましょう。じゃーんと。アルティメットルミナス、メトロン星人でございます。やっぱプレバンの方がいいか。じゃあ、アルティメットルミナス、メトロン星人。はい、こちらがですね、登場でございます。人間同士の信頼感を利用するとは恐ろしい宇宙人です。ね。で、メトロン星人のこの特徴的なですね、リレー発光がアルティメットルミナスでも完全再現っていうところでですね、いや、声が聞こえ、まあ、声とか音声はなんないけど、めちゃくちゃ音がね、聞こえてきそうなね、面構えですよね。はっはっは、アンヌ隊員も呼んだらどうだい。あの、イケメンボイスはね、すごい聞こえてきそうですよね。いやー、なんなら、音なるやつでね、ちょっと欲しかったところありますけど、まあでもどうなんだろうな、権利的に難しかったりするのかな。とにかくね、すごいね、イケボが聞こえてきそうな、まあこんな感じで、目が光りますよと。で、この発光体が光りますよっていうところなんですけど、メトロン星人特有のこのカラフルな、カラーリングしっかりとね、再現されてるのがね、いいですよね。私のボツボツはね、これ何なんだろうってね、子供の頃思ってましたけど、なんかなとか思ってますけどね。すごい面白いデザインですよね。はい。あとは、このスーツのこのゴツゴツとした、皮膚感というか、こういったところもね、再現されてるのが、かなりですね、細かくて、この毛並みの感じとかもね、すごいリアリティ高いですよね。面白いのが、これね、座ってるポーズと、チャブ台がセットになってるっていうところですよね。もう、メトロン星人のおもちゃ出す、なったら、絶対にチャブ台セットじゃなきゃいけない決まりでもあるんかっていうぐらい、絶対チャブ台セットですよね。ウルトラエッグしかり、アーツしかり。絶対に、チャブ台セットなのが面白いですけど、まあ、それだけね、印象深いシーンではありますよね。うん。で、ちゃんと、その、チャブ台だけじゃなくて、座ってるところでも再現できるっていうのが、個人的にはすごく、ポイント高いなっていうふうに思いますね。コンパチ仕様っていうところで。これで飾りたいなー、すごい、可愛いっすよね。不気味で、可愛くて。まあ、諸星団がないですけど、アーツのね、諸星団とかね、なんか人間フィギュアとか置いたらね、より楽しそうですよね。で、専用の LED ユニットっていうところでですね、しっかりと発光しますよっていう。素晴らしいですね。でも、ご安心ください。これは遠い遠い未来のお話なのです。いいよね。あの回、終わり方もいいよね。なんかもう、実装時武士がすごい効いてるし、なおかつ、自分のやっぱ、両親が喫煙者だったっていうところもあって、なんかすごい、親近感が湧く回でしたね。子供ながらにね。はい。ああ、いいですね。この、夕日に照らされたメトロン星人。この真っ赤な、ね、メトロン。いいですね。え、なぜですって？我々人間は今、宇宙人に狙われるほど、お互いを信頼してはいませんから。でーん、でーん、でーん。これで終わるっちゅうんですね。すごい回ですよ。まあ、そんなメトロンですけれども、6000円、6000円なんだ。まあ、感覚が麻痺ってきてるのかどうなのかわからないですけど、結構安いなって僕は感じちゃいましたね。まあ、音とかならないから、そこで多少、価格が抑えられてるのかな。はい。まあ、怪獣系ルミナスって言うと結構ね、1万を超えてくることが多いので。これは結構お買い得な、気がしてしまうのは僕だけでしょうか。はい。クオリティもね、やっぱりめちゃくちゃいいのにとって。まあそこで余計ね、6000円っていう価格いいなと思いますね。7月発送なんですね。はい。で、今日の26日、11時から予約開始になっております。はい。いやーいいですね。まあ、通常版のこのポーズももちろんかっこいいんだけど、やっぱり座ってる姿再現できるっていうところで、非常にポイントの高い、フィギュアとなっております。で、先ほども言った通りですね、プレミアムバンダイだけではなく、つぶらやストアでもですね、予約開始になっているっていうところで、まあ、お好きな方で買ってねっていうところでございます。はーい。最近はプレバンだけじゃなくて、つぶらやストアでも買えるのはね、嬉しいですよね。はーい。っていうところで、アルティメットルミナスメトロン星人でございました。ですがね、まだまだあります。こちらでございます。ダンと。天候超人グリットマン、ザ合体。いやー、ついに来ちゃったんですね。ザ合体。
ずっと参考出典はあって、いつ発売するんだろうなんて思ってましたけど、合体竜帝、キンググリッドマン。いや、こちらがね、登場でございます。で、こちらね、特撮エディションっていうのと、ノーマルエディション、通常版っていうところで、これね、2パターンあるんですけど、特撮エディションっていうところだと、その墨入れをめちゃくちゃしましたよっていうのが、こだわりポイントなんですよ。これねー。これねー。あのね、濃い墨入れがね、やっぱり、すっごいかっこいいので、これがね、再現されてるのがね、本当にいいんですよ。ノーマル版だと、出来は良さそうなんだけど、ちょっとね、やっぱ、色合いが多少ね、綺麗すぎるかなっていう感じがして。ただ、価格が結構するんですよね、これがね。はーい、非常に今ね、悩んでます。悩んでるんですよね。キンググリッドマンなんですけれども、ドラゴンフォートレスだとか、こういったところね、しっかりと再現できますから、ダイナドラゴン、ね、こちら再現できますから、こういった各形態を再現しつつ、キンググリッドマンに、合体できるっていうところですね。で、僕ね、前回のサンダーグリッドマン買ってないんですよね。この画像を見されちゃったらサンダーグリッドマン欲しくなるじゃないかと。いやー、サンダーグリッドマンやっぱ買ってくれなかったなーっていうのはすっごい後悔してるんですよね。こんな感じで詳しく書いてるんですけど、グリッドマンとアシストウェポン、キングジェット、ダイナファイターを劇中さながらの姿で立体化しましたよと。グリッドマンとキングジェットによるキンググリッドマン、竜帝合体完全再現できます。ダイナファイターとキングジェットを格納させたドラゴンフォートレス、形態も再現できますし、ドラゴンフォートレスからダイナドラゴンへと差し替えなしの完全変形もできます。ダイナファイターはドラゴニックキャノンへと変形して、グリッドマン、キンググリッドマン、そしてサンダーグリッドマンへ、装備可能でございます。至れり尽くすりですね。前回のサンダーグリッドマンの、デコ超人グリッドマンのフィギュアついていたらしいんですけど、亜鉛合金っていうのが撤廃されたらしくて、亜鉛合金なしの電光超人グリッドマンのフィギュアになるそうです。で、こちらですね、電光超人グリッドマンザ合体、合体竜帝キンググリッドマン、こちらもですね、つぶれストアと、はい、グッドスマイルカンパニーのグッスマオンラインで、予約開始になっております。2024年の5月の8日まで。うわー、かっこいいですね。素晴らしい。すごい。てんこ盛り。うわー、たまらんですね。あれだですね。今回のこの電光超人グリッドマンのフィギュアにも、このプラズマソードとあれついてるんですね。はい。しっかりとグリッドビームをできますよ。と。っていうところで、こちらがですね、つい登場でございましたと。で、これだけでは収まりません。なんと、このキンググリッドマンに合わせまして、こちらも登場でございます。はい。もう一人のハイパーエージェント、グリッドマン魔王の逆襲登場でございます。グリッドマンシグマ。こちらもね、登場なんですよね。とても、本編に出てこない、あくまでも雑誌限定のキャラクターだとは思えないほどの立体化の数ですよね。グリッドマンシグマめちゃくちゃ立体化の数多いですよね。はい。まあ、そんなね、グリッドマンシグマも、ザ合体として登場っていうところで、いや、フィギュアとしてもね、めちゃくちゃ出来がいいし、お耳のね、この、ちょっとこう、羽が生えてるようなお耳とかもね、すごいね、かっこいいですし、あとはブルーのボディ、ね、すごくいいんですけれども、何はなくてもやっぱりキンググリッドマンと合体できるっていうところですよね。で、こっちにグリッドマンが、サンダーグリッドマンを装備し、そして、グリッドマンシグマがキンググリッドマンになり、キンググリッドマンシグマになり、このね、サンダーとキング、二体で並ぶことができるっていうですね、劇中では叶わなかった、並びっていうのもね、できるわけですよ。ここまで、それちょっとはもう、ね、もっと欲しくなるやんっていうね、ありますよね。あとはね、電光超人グリッドマンとグリッドマンシグマで、並ぶこともできますし。いやー、これはいいねー。ね、価格が5900円というところで、もうワンチャングリッドマンシグマだけど買っとこうかな。ちょっとこう悪い心が出るんですけど。でもな、グリッドマンシグマだけ買うんだったらな、やっぱりキンググリッドマンも買わないといけないしな。この悪魔の囁きがですね、非常に悩んでおります。はい。いや、でもやっぱりね、特撮版といいますか、電光超人グリッドマンのこのメカ、まあ、サンダーグリッドマンしかり、キンググリッドマンしかり、やっぱ結構値段が張るのでね、この辺がやっぱすごく
悩みどころですね。そう思うと、こちらのフルパワーグリッドマンとかって、かなり値段抑えてますよね。せめてね、同じぐらいの価格だったら、ちょっともう迷わずポチっちゃってたんですけど、ちょっと3万超えるっていうところで、もうちょっと悩みたいと思います。こちらね、グッドスマイルカンパニー、そしてつぶらやストアのオンラインで、予約開始になっておりますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、そしてまだあります。こちらもですね、ソフビでございますが、ウルトラヒーローシリーズ、ウルトラマンズのワイルドバーストギラギラワイドオープンバージョン、はい。いや、これもね、出るんですね。ついに出るんですね。はい、ウルトラマンゼロの野生を取り戻した姿と言いますか、ワイルドバーストね。こちらがね、ですね、限定作品で登場でございます。クリアカラーになってるのかな？だからギラギラワイドオープンバージョン。ウルトラマンゼロ15周年記念のイベントに合わせて多分これ発売だと思うんですけれども、ね、限定ソフビが出たってことは多分一般販売でもね、近々、それこそ4月とか5月とかそれぐらいにはね、出るんじゃないかな、ノーマルバージョンもっていうところで、まあ、2体並べたいなと思うんですけど、こちらですね、ギラギラワイドオープンバージョンですね、ウルトラマンゼロも登場ですので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。これは絶対買いですね。はい、ということで、今回はですね、つぶらやストア、プレミアムバンド、グッドスマイルカンパニー、つぶらやキャラクターが、侵略してきてます。お財布を侵略してきてますっていうところで、すごいアイテムが大量に来たわけなんですけど、ちょっとどれを買おうか、何を買おうか、吟味したいと思います。皆さんもぜひ吟味してください。以上、デレキナスでした。それでは、バイバイ。